ハインケル HE51 ブルガリア空軍のハインケル HE-51BHE51 HE は戦艦機におけるドイツ空軍の副用短座戦闘機である。ナチスドイツによる再軍備後の新生ドイツ空軍の最初の主力戦闘機となった。第一次世界大戦に敗れたドイツ軍は航空機の保有を禁じられていた。このためハインケル社はスポーツ機の名目で 戦闘機の開発、試作を続けてきた。ハインケル社は HD37、HD38、HD43 に続き、1932年には優れた性能を持つ複用戦闘機 h 四4 9 a を開発した。空軍再建を進めるドイツ航空省は h 四4 9 r に注目し、改良を加えた h 五5 1の試験開発が進められた。 HE51 はすでに生産配備されていた AR65 に代わる主力機として期待された。1933年、航空省は宣伝機の名目で HE51A を発注。1935年3月1日、ドイツが再軍備宣言をすると HE51A は新生ドイツ空軍の主力戦闘機として大いに宣伝された。 HE51A の評価は AR65 と比べて操縦が難しく、速度は高いが運動性に劣るというものだった。扱いやすく操縦が楽な AR65 になれたパイロットたちは HE51A の扱いに苦労したという。それでも問題は機体の性能ではなくパイロットの訓練であるとして HE51A の生産は続行された。 先行型の HE51A を最初に落下式燃料タンクを備えた長距離型 HE51 バイト 10kg 爆弾ドックを搭載できるラックを装備した戦闘爆撃機型 HE51C が作られた。1936年10月の生産終了までに458機が生産された。また、フロートを取り付けた。 水蒸気型の HE51 バイトからにも海軍に納入されている。大々的に宣伝された HE51 だが、その実態はすでに時代遅れになりつつある。ハフバリ胴体の服用機に過ぎず、武装は第一次世界大戦の戦闘機と同じ機銃2丁速度も時速 330km と、同時代の他国の服用戦闘機と比べても見劣りした。 HE51 は特に優れたところのない平凡な複用戦闘機だった。スペイン内戦が勃発するとドイツはこれに介入し、1936年7月には、早速6機の HE51A を送り込んだ。ナショナリスト軍のパイロットがこれに登場して、共和国軍の旧式機を撃墜する戦果を上げている。その後、h e 十一は次々に送り込まれ十一月には、 コンドル軍団に HE51 で構成された第88戦闘大隊が編成された。当初は戦果を上げた HE51 だが、共和国軍がソ連からポリカールポフ I-15 を導入すると、たちまち弱体差を露呈することになる。I-15 は速度と運動性それに武装に優れ、HE51 は苦戦した。 さらに単用引き込み足のポリカールポフアイ -16 が登場すると HE51 は全く歯が立たなかった。このためドイツ空軍は新鋭機 BF-109 の投入を急ぐことになる。空中戦で勝てる見込みのなくなった HE51 は近接地上支援に使われこの面では少なからぬ戦果があった。スペイン内戦には HE51 は各方合わせて135機が供給され46機が生き残った。ドイツ本国では AR68 及び BF109 が導入されると早々に HE51 は戦闘機体から引き上げられ、以後は練習機として使われた。第二次世界大戦が始まると練習機として使われていた HE51 は ハイパルチ残用の戦術攻撃機として他の旧式機と共に投入されている。ありがとうございます。